キャノンフォトハウスオンライントークイベント写真家厚田守ポジション1へようこそ。本日は9月19日に発売されました写真集ポジション1について、写真家でいらっしゃいます厚田守さんとアートディレクター三村寛さんをフォトハウス銀座にお迎えしてお話を伺います。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ではございますが、お招きいたしました厚田さんと三村さんについてご紹介させていただきます。写真家としてご活躍されていらっしゃいます厚田守さんは1963年三重県鈴鹿市のご出身です。東京工芸大学短期大学部写真技術科をご卒業された後、1985年にベガインターナショナルに入社されました。坪内隆直氏に師事し、二輪世界グランプリを転戦され、1992年よりフリーランスとして F1 をはじめとするモータースポーツや市販車の撮影を行っていらっしゃいます。アートディレクターの三村寛さんは、これまで数多くの写真展、写真集のディレクションを手掛けてこられました。写真集、フォトグラファーズ・エターナル・コレクションシリーズでは、全編にわたり構成、デザインをなさっています。フォトハウスでのオンラインライブにも昨年よりご出演いただいております。今回は特別に厚田さんがニュー F1 で撮影されたお写真の何枚かご提供いただいております。実はあの手前には実際に厚田さんが使っていらっしゃったニュー F1 もお持ちいただいております。持ってきました。久しぶりにお持ちになっていかがですか？はい、これレンズは借り物なんですけどね。はい、そうなんですよ。久しぶりに持ったらすごく重くてびっくりしましたし、はい、でもやっぱりこう金属の感じとか、はい、あの久しぶりにレンズをつけてファインダー覗いてみるとファインダーが綺麗だし、はい、なんかすごい懐かしいですね。いろいろ思い出します。ありがとうございます。はい、そんなニュー F1 で撮った写真、早速皆さんとご覧いただきたいと思います。そもそも、まあ、なんで、今オートバイの写真が出てるんだということになるんですけど、はい、まあ、僕が最初そのプロとして写真を撮り始めたきっかけとして、あのオートバイのレースの写真が撮りたくて、まあ、プロになったっていうか、どっちが先かちょっとよく分かんないんですけど、オートバイのレースの写真を撮ってた延長で、プロになりたいって思ったのかな、はい、どっちかっていうと。で、まあ僕が学生の頃1980年代、はい、前半ぐらいはそのまあおじさんはみんなご存知かと思うんですけど、オートバイブームで、はい、レーサーレプリカって呼ばれるそのまあ、レーシングバイクの形をした、バイクにたくさんの、その 僕たち僕が若い頃、はい、学生の頃憧れて乗りたいなって思ったのが青春時代で、はい、でそんなオートバイが大好きで、その延長線上で、まあ、僕鈴鹿市に住んでいたのでサーキットがすぐそこ、はい、そこにあるわけじゃないですか。でやっぱりこう学校で勉強してると、あのいろんなサーキット走ってる音が聞こえるわけですよ、はい、窓を開けてると。だからもうそうなるとね、勉強というよりもこう、まあ、自転車でどうだろう、頑張って10分15分ぐらいで着く距離なんですね。とても近いんですね、はい、なんでその家に帰ってサーキットに電話をして、今何走ってるんですかっていうのを聞くと教えてくれたんですよ当時。で自転車で、カメラ背負って行って写真撮るみたいなね、とか、まあその週末のレースに行ってみるとか、はい、っていうようなその学生時代を、まあもともと話を前後しますけど、その前に鉄道写真が大好きで、そうだったんです。そうなんですよ。鉄道写真を撮りたくて写真が好きになってっていう順番で、はい、で、中学生の頃になってオートバイが好きになって、で鈴鹿サーキットに通うみたいな、そういう順番なんですけど、でまあそれでオートバイのレースを撮るようになって、
で写真、まあ勉強もしないので、それでそのどうしようかなと思った時に、まあ写真の学校でも行くかっていう軽い気持ちで、まあ東京にも行ってみたかったしっていうことで、東京の写真の学校に行って、でそこにたまたまレースを撮ってる先生がいらっしゃって、はい、奥村先生っていう先生がいらっしゃって、その方にあのいろいろ教えてもらって、そうこう日本の各地のレース、二輪のレースに行くようになって、そこに行くようになった時に、はい、その当時、オートバイの雑誌にたくさん出てた斉藤仁さんっていうオートバイの 500cc のレーサーの人とに拾われて、ちょっと君何やってんのって言われて、いや写真撮りたいんですって話をしたら、ああじゃあお前今日泊まるところあんのかっていうふうに聞かれて、はい、んいや決めてないですって言って、まあ仙台の須郷っていうサーキットだったんですけど、はい、じゃあ一緒に来て泊まってけよって言われて、でその方に雑誌社を紹介してもらったりして、で八王子に当時ショップがあったんで、はい、そこまで電車で行って、一緒に全日本選手権に回らせてもらうっていう風な、ことでオートバイのレースをずっと取っていって、はい、学生時代にで、そこからそのアルバイトで、学校に行きながらそのオートバイの雑誌でアルバイトをするようになって、でプロとしてやるようになって、はい、で坪石さんの、当時やっていた雑誌のグランプリイラストレーテッドっていう雑誌があったんですけど、そこで、坪石さんの会社に入って、二輪の、グランプリを転戦するようになって、ヨーロッパに通うようになって、はい、まあ、ヨーロッパに行って写真を撮るっていうことを坪石さんに勉強させてもらって、はい、っていうような時に、オートバイブームが終わり、いろんなことが不景気になり、でその当時まだ F1 が元気で、はい、雑誌も20誌以上あって、今は1誌しかないんですけど、はい、専門誌が。で、F1 をその流れで、行くようになったんですね。だから当時二輪をこの写真を撮っている時は全く F1 に興味なくて、まあ、逆に敵みたいな感じだったんですよ。あっちは人気あるし、あっちは人気ある、僕はオートバイが大好きだし、で行ってみたら、まあ、そこにセナさんがいて、はい、どっぷりハマってったって、 急にどっぷりハマっちゃったってことなんですよ。魅力的な方だったんですね。そうですね、セナさんはそうでしたね、はい、そんな感じです。ありがとうございます、はい、まさに導かれるようにモータースポーツの世界に写真カメラと一緒に、うん、そうですね。だからなんだろう、そのやっぱりレースが好き、サーキットでこう戦う人たちが好き、うん、そこに集まってくる人たちが好きっていうのがベースにあって、まあどっちかというと今でもその二輪の写真を撮れたっていうことがベースになって、まあ、いろんな今カメラの進歩があるの で、あの助けてもらいつつ写真を撮ってるっていうことですね。だから二輪のレースで撮ったその時の気持ちとか撮り方とかっていうのが今でもベースにあるっていうのはそうだと思います、ね、はい、ありがとうございます。ここからは厚田さんの写真集ポジション1について三村さんとじっくりお話を伺いたいと思います、はい、お話の前に少しだけフォトグラファーズエターナルコレクションについてお伝えさせていただきます。今回厚田さんの写真集を発表させていただきましたフォトグラファーズエターナルコレクションは、第一線でご活躍されている写真家の方々のお写真をキャノンの業務用フォトプリンタードリームラボ5000で印刷し、アートディレクター三村寛さんの監修で作成した写真集です。インクジェットならではの広い色再現、精細さや立体感によって作品の持つ美しさを表現しております。また写真集をお買い求めいただいた方には直筆サイン入りオリジナルプリントも一緒にお届けしております。今回ポジション1をお求めいただいた方には、今机の上に置かせていただいておりますオリジナルプリントをお渡ししております。500部限定となりますので、皆様お早めにお買い求めください。
フォトハウス銀座大阪ではお手に取って直接ご覧いただくことができます。では早速ですが、ポジション1のお写真についてお二人にお話を伺いたいと思います。まずは表紙のお写真について、あつたさん、三村さん、お話伺ってもらいます。こんなの見せちゃうんですね今回特別にアザーバージョンも含めてお写真ご提供いただいております。実際の表紙はこの右下のお写真なんですよね、はい、10秒ぐらいで決まりました、はい、あ、早いですねもうかなりあつたさんも三村さんもこれかなという、まあ、6個投げたうちの左上か右下かなと、はい、厚田さんからあのすぐお返事をいただいて、はい、じゃあ右下ですねということで右下に、その時あのこのオリジナルプリントが左上になったらいいなと思ったので、はいはい、うまくはまりました。厚田さんは表紙への思いはいかがですか？思いというか、あの、まあ、僕に選択権はほとんどないはい、そんなこと、そもそも、はい、まあ、このお話をいただいた時に、まあ、実はそのだいぶ前からいただいてたんですけど、はい、まあ、その間に今この僕の写真集を出していただいて、まあ、僕をチョイスしていただいたっていうのもすごく嬉しかったんですけど、9作目になったわけじゃないですか、はい、でそれまであのいろんな著名な、ね、カメラマンの方々、癖のある人ない人ある人ある人ばっかりだと思うんですけどそういうですよ、はい、その三村さんに聞きたくてしょうがない、はいはい、その8人のそうそうたるメンバーの写真を、どういうふうにチョイスして、どういうふうにこの80ページにまとめようとしているのか、はい、聞きたいんですよ。どうですかこれ。いきなり確信、確信っていうか、まあ、うん、まあ、具体的に言っちゃうと先生方に、写真家の先生方によって全然 こっちに攻撃してくる方法は違うそうそうそうね、はい、ルークさんなんてもう決め打ちで50何枚ほう、もうこれでこの中で、まあ、順番はある程度任せるけど、うん、これでやってくれだし、はあ、一番多かったのがこの厚田さんで、そうでしょう、はい、もうこれは今日言いたくて仕方ないあの、まあ、最初ねお話を M16 ギャラリーでしたね、はいはい、ちょっとゆっくりさせていただく時期があって、時があって、はい、それで、まあ、どういう写真集にしましょうかねって決まってたので、話はその時に、まあ、こうやってもうどっぷりレースの世界にはまられてるし、はい、まあ、周りのチームの方々もすごくね、もうマニアックな方ばっかりで、僕はもうあの上積み駅しかわからないからっていう話をしたら、じゃあそれをぜひ活用してほしいと、はいはい、あんまりこうどっぷりじゃないデザイナーが 僕の厚さの写真を自由に組んだらどうなるかを見てみたいって言われて、すごく緊張した反面、はい、嬉しかったんですね、はい、まあ、試されてるけどまあでも自由にやらせてもらえるんだっていうところまでは良かったんですけど、はい、じゃあこれデータって1ギガ、あ、1テラの SSD を渡されて31年分。そうそう。31年分の、まあ、ちっちゃいデータが入ってたんですよね。はい、それは、そう、枚数にするとどのくらいになるんですか？もう数えるのが怖くて。あ、そうですね、確かに数えるのが怖くて。850ギガバイトありました。850ギガバイト。10万枚。わかんないですけど、多分あの今こちらをご覧になっている方はご自身の今までの人生の写真の枚数どのぐらいかなって多分考えてらっしゃると思うんですけど、それだけたくさんのデータをもう全て三村さんに一任されたんですね。まあまあ、僕の一番大切な、はい、もうお任せするというっていうか、僕まあ何冊か今までも写真集出してきましたけど、はい、写真集ってやっぱりまあ、写真を撮っている限り写真展をやって写真集を出して、世の中に発表して、したいっていうのが、まあ、一つの大きな目標でもあるし夢でもあるし、ということなんですけど、その写真を
日々上手に撮りたいな、いい写真を撮りたいな、はい、少しでもこうなんかその写真を見てくれた人がおおと思ってくれたり、サキットに行ってみたいなと思ってくれたり、するような写真をいつか撮りたいなと思うような気持ちで、前向きな超前向きな気持ちでそのサーキットに行くわけじゃないですか、はい、でそれで上手に撮れなかったり、その失敗のものすごい積み重ねの中にたまたまっていうか本当に稀にああいい写真が撮れたっていう瞬間があって、まあそれをどういうふうに発表するか、どういうふうにまとめるかっていう能力が僕全くないんですよ。それは全くない。その並べられないっていうか減らせないんですよ。どれもいいから。いいからじゃなくて可愛いので、どうしても暑かったりとか、はい、寒かったりとか、苦労して撮ったりとか、こんなに一生懸命撮ってやっと撮れた一枚だったり、偶然にものすごい光になって撮れた一枚だったりっていう、その撮った時の気持ちまで入っちゃうので、それをこう、写真って見てもらってなんぼでしょ、はい、だからその見てもらってなんぼのものが自分にとってはすごくいいんだけど、第三者そのまあ今で言えば SNS だったり雑誌だったり、はい、いろんな発表したその先の反応って分かんないじゃないですか。だから写真展やるにしても写真集を作るにしても減らせないし選べないし並べられないし、だから時々一番いい写真出してくださいって言われるのが一番困る。本当に困るの。でもいいものを組んでもらいたいわけですよ、はい、僕の可愛い写真を使ってその起承転結ここから始まってここで終わるみたいな写真展にしても、ね、この壁面から始まってここから出てってもらって出て行った時に例えば泣いてもらう人がいたりとか、はい、よかったですって言ってもらえるような風にしたい、うん、けど僕にそれはできないんですよ。思いが熱いから。熱いっていうか、うん、減らせないですね。とにかく並べられない。だからだからいつもお願いしてるんですけど、今回は全くそれこそ F1 は、まあ、セナっていう名前は知ってる三村さんぐらいなんだけど、ね、去年のチャンピオンが誰かっていうことは知らないぐらいの、そのぐらいの知識で僕の写真を全部お任せして、僕の可愛い子供たちをどうか世の中の一人でもたくさんの人にこう刺さるような並びを作ってくださいっていう気持ちでお願いをしてできたですね。でもそれを見るのは見るだけでも、ただ見るだけでも多分本当に1日がかり以上の、もうでそれを並べなきゃいけないわけだし、ねえそれどうしたのっていう。はい、あのまあどっから話せばいいんだろう、うん、たくさんの可愛い写真、まあ、そうなんだ。だからルークさんも1の1でいけるんですけど、佐々さんの場合 もう宝くじ確率というか、でもその熱い思いはもちろん伝わってくるんで落とせないじゃないですか、はい、まずどうしたかというと、まあ、1周全部見ました、うん、それ多分ね2週間ぐらい7月の熱い熱田月間でしたね。熱田月間、はい、で見た時に、まあ熱田さんがどういうふうに、もちろんね現場には僕ご一緒してないので、はい、でも一瞬その人とかマシーンと津田さんがこう重なる瞬間がと瞬間であって、はい、それでなんか大体結構写真家の方で最初か最後だったりするんですけど、こう例えば類似カットで、はい、でも津田さんは全然違うんですよね。ランダムでっていうのを見つけて、じゃあそれと僕がもう一個リンクするのを選んでみたらいくつになるだろうなっていうのをやってみました、うん、何掛け算掛け算を、はい、2つかけ3つ掛けるってことですかね、はいはい、被写体と厚田さんと三村を掛けて、でドキッとする自分が心拍数ボクビクンってなるのを選んで、最初に選んだのが多分2000枚ぐらいあったんです
一時今でもあるんですけど、一時セレクト2000枚、1900何枚だったんですか。やべえみたいな。やばいね。でまたセレクトってちょっとね、寝かしたいっていうのはあるんですよ。やっぱその、うん、自分も熱くなってるので、って考えると本当2ヶ月ぐらいかけて、でもやっぱ100枚まで、ね、苦しかったですね。でまたフィルム作品をかなり見せていただいて、はい、めちゃくちゃかっこいいんですよ、やっぱり。リビュー主観というか、はい、それをどうバランスで、できるかは、その時まだ全然イメージもなかったですし、うんうん、でも、うん、でも松田さんの気持ち、現場の心拍数がビクッと上がる気持ちに憑依しながらで選んで、自分でもう一個掛け算したで今に至りますそうですか、うん、ふーんって言われていやそれはお疲れ様でしたもうあのパソコンの右クリック壊れて買い替えましたそ, うそうですか、それは失礼しました。2000第一次セレクトで2000カットから最後写真集グッと、いやそれ選べない、だって31年分を80枚にしろって無茶ぶりすぎないですか。さっきの言い訳で荒選びもしてくれないいや荒選びした結果があれですか、うん、そうですね、はい、そんなお二人の熱い思いがギュッと詰まったこのポジション1なんですけれども、はい、タイトルもすごくかっこいいな、多分あの F1 好きな皆さんはもう膝をバーンって叩いてご覧になってたかと思うんですけど、まずはポジション1というタイトルの意味を教えていただけますか。意味はまあポジション1ということなんですけど、あのよく、サインボードにあのピットウォールであなたは今何位走ってます、あとラップはあと何ラップ残ってますとか、ね、後ろには誰がいるとか、前には誰がいるとかっていうサインボードを出すんですけど、その時のポジションの1というあなたは今トップ走ってますっていうマークという意味で P1 というのがいいんじゃないかなって思って、まあ、いくつかを出して、キャノンの社員の方と、はい、小林さんと、はい、小林さんも 何個か提案していただいて、僕も何個か提案して、はい、ごっちゃにして、で最終的には小林さんに選んでもらって、で P1 がいいんじゃないのっていうことで P1 しました。もう早い段階からこのタイトルは候補に出そうかしらってお考えになってたんですか。うん、なんか考えなきゃっていうふうに時間がこう迫ってきて、で小林さんが出してもらって、で、僕もじゃあ考えなきゃと思って、うん、3日ぐらいで考えた中の1個です、はい、本当にあの私はあの大変申し訳ないんですけど、あの本当にアイルトン・セナさんのお名前を存じているくらいの、ぐらい、うん、あの人間なんですけれども、はい、ただこのポジション1の意味を知った時に、うん、あまりにかっこよくて、そうですか、なんかそのやっぱ皆さん、うん、当たり前ですけど速さを競うスポーツなので、うん、一番を目指してる、 その皆さんの目指してる先を淳さんも一緒に追ってらっしゃるっていうのを、うん、なんだかこう一言で伝わってくるような、なんかパワーのあるタイトルだなと思って。そうですか、感動しておりました。まあね、もちろん P1 ってその時トップ走ってる人のことを指すんですけど、でもまあもっと広く意味を取ると、まあチームであったりメカニックであったりもうみんな一番を目指してるんですよね、はい、でもまあ中段以下のチームでも一個でも前に、コンマ1秒でも前に早く走れるように車をするとか、常に前に前にっていうのを目標としている人たちのスポーツ、はい、まあスポーツってみんなそうだと思うんですけど、だからまあそういう意味も込めてという意味ですね。ポジションは、はい、P です。ありがとうございます、はい、さてここからは淳田さんがポジション1写真集から皆様にぜひご覧いただきたいと選んでくださいました写真を三村さんと一緒にお話を伺いたいと思います。早速1枚目のお写真です。こちらのお写真からお話伺ってもよろしいですか。これはアメリカのオースティンにあるサーキットオブジアメリカっていう、はい、
コースで、たまたま夕日ぐらいまで走るセッションが1個だけあって、はい、でその時に、夕日と一緒に撮れるのがここだなっていうのを決めてたんで、でもその夕日の位置がその時のその時間に来るかっていうのは分かんなかったんですけど、はい、とりあえず行ってみて、本当にセッションの最後、最終週の最後に来た車がこれフェラーリだったんですね。はい、ありがとうございます。もっともっとぶっちゃけて言っちゃうと、この写真って、はい、なかなか自分で現像してうまくいかなくて、はい、あの太陽の周りと空のこうなんていうんですか、グラデーションになってるじゃないですか、はい、暗いところ、そう、はい、ジャンプが出ちゃうんですよ。これに限らず、いろんなこう微妙なトーンの時にそれをつながる、まあ、当然現像をして自分の気持ちを入れながら色調整だったりコントラストだったり選んでいくんですけど、はい、繋がんないんですよ。でもこの写真を出したいので、はい、っていうふうに三村さんも選んでもらった中に1枚だったんで、はい、三村さんこれ僕ねこれできないんですって話をして、で三村さんにお願いをして繋げてもらったっていうふうな、ありがとうございます。いや、僕が一番最後に入れたくて仕方ない写真で、はい、でまあ、あのやり方はあるので、はい、ね、言った方がいいんですけど起業しようかもしれませんか。そ、 RGB のままやっちゃうと動かせないので、チャンネルごとにあのどっかのチャンネルがこうジャンプしてるので、それをぼかしとかで鳴らせば皆さんもできると思います。できますかね。、うん、僕にはできないので、はい、だから、まあ、そういう共同作業の一枚ですね、はいはい、じゃまさにこのポジション1のコラボがあったからこそ出せた。よく言えばそうですね。ありがとうございます。次のお写真です。はい、これは、まあ、縦位置、なんで縦位置にしたかっていうと、はい、まあ、あのサウジアラビアなんですね、はい、でこれ45階の、マンションの45階から撮ってるんですけど、はい、そこにカメラマン用に、マンションの空いてる部屋を貸してくれて撮れるんですよ、はい、でマンションのその窓から、まあ、45階の窓なんで、はい、こう縦長のガラスの窓なんですけど、はい、上ヒンジで下、まあ、ガチョってやると下がポコッと開く、はい、そこに隙間がこれぐらいできるんですね。でデジタルじゃないですか、はい、だからこれがカメラするとこう出してこう落ちないようにこう持って、はい、であのモニターを上向けてこういうふうにしてモニターを見ながらパシャパシャパシャ。でも、この年だけ F1 の走行中に、はい、ちょうどいい空になるっていうのは1年しかなかったんです。初年度しか。あとこのあと3回やってますけど、はい、この時間に走らないのでこの写真はもう撮れなくなっちゃったんですね。まあ、分かんないですけどね、来年からまたこの時間に走るかもしれないですけど、だからこの写真を選んでもらってすごい嬉しかったですね。うん、三村さんはもうこのそういったそのバックグラウンドというよりは、いやいや全く分からなかったですけど、まあこれもう見るかにこの色を出したい絵だし、はい、まあ、見たこともない絵でしたし、はい、まあ、今初めて背景はお聞きしたんですけど、うん、でもこうね、あんまりこう空のなんだろうランドスケープというかに、はい、こうレース場が噛み合うっていうのは見たことなかったので、うわって一人で行ってすぐマーキングしちゃいました。お気に入りマーク、ありがとうございます。次のお写真です。こちらの写真、実は三村さんもセレクトを最初していただいたあのこのライブのためにセレクトしていただいた写真に入っていたものなんですよね。はい、あつたさん、こちらは選んでいただいた理由を。いや、僕が聞きたいんです。これはなんでこういう風になったのかっていうのは、
はい、あのこの写真だけなんですね、その三村さんが作った写真が。はい、はい、これ上下で違う、真っ二つで違う写真なんですね。火花の下で切れてて、はい、下はレースの写真、まあ、すごいパノラマを2枚くっつけてるだけというかなんですけど、みんなまんまと騙されてました。まんまと騙されておりました。まあ、それで拝見したんですけど、まあ、さっきのね二輪の写真も拝見して、やっぱりそうだと思うんですよね。厚田さんの写真まあ切れないんですよ。トリミングがもう四隅のフレーミング完璧なので。でもなんか足跡残したいじゃないですか。せっかくですから。どっかに一つ足跡は残したいなと思って、でこのセレクトした中でこの2枚、はい、これ天地切れるなと思って、この細長くできるなと思って合わせたら向きも逆なんですよね。はい、そうです。上は右行って下は左に行ってるって、はいはい、火花は逆なんですけど、組み合わせは得体の知れない。でも色もすごいマッチしてるし、はい、色と何も動かしてないけど。そうなんですね。はあ、一人ニヤニヤして。ただこれが松田さんに通るかは、はい、多分通らないだろうっていう、恐る恐る送信ボタンを押して覚えてますけど。この写真を受け取られた厚田さんは初めてご覧になった時ワオみたいな。いや、こう来たかと思いましたね。もちろん僕一枚一枚で絵を作っているので、はい、これを組み合わせてこれとこういうふうにすれば面白いなっていう発想は僕の中にはまるっきりないので、はい、その現場に立ってシャッタースピードと露出と、はい、選んでこう表現したいなっていうことでシャッターを切るので、だから組み合わせるというのがなかったので、でまあ当然走ってる方向が逆なので、例えばその火花をね逆にしちゃえば素直になるのかなって僕はこれを見た時に思ったんですよ。でもこれは逆だからきっといいんじゃないのかなって、っていうか今日の今の今までこの P1 の中の写真に関して話してもないし、だからこの現場でここで今日初めてなんでなのとかこうしたのかなっていう回なんですね、これがね。だからそれをすごい楽しみにしてたんですよ今日を。要するに今までの僕の写真集写真展ってちょっと繰り返しになりますけど、モータースポーツをよく知ってる人たち向けに出してるから、はいはい、僕も納得がいくし、買ったその F1 とかモータースポーツが好きな人たちには、いいだろうなと思うんですよね。でも今回はそれよりももっと広く、はい、そのエタナルコレクションっていう中の一冊として出してもらうからには、この写真も含めてこういうふうに組み方も含めて、この説明が なくてこの写真を見た時になんか面白い写真だなって一枚じゃないかと思って見てる、はい、その三村ワールドにまんまとハマった人たちがいれば、はい、いいなと思いますよね。本当にそう思います。だから他の写真も含めて、多分僕だったら選ばないとか、はい、あこの写真がここに来るんだとかっていう写真は結構あって、はい、並びにしてもね、すごい古い写真と、はい、新しい写真がその見開きで来たりとかいうこともあるし、それって多分僕だったら並べないし、年代ごとに古いやつから新しくなるとか、例えば人は人で集めてみるとか、ね、マシンの部分だけアップにしてみるとかコラージュしてみるとか、たくさん写真コラージュしてみるとかっていうようなページネーションでいくと思うんですけど、そうじゃないので、だからこれを見た人がどういうふうに感じるかっていうのをすごい楽しみだし、どうかこれを買って、はい、めくってもらって最後まで見て閉じた時にどうでしたっていうのをすごい聞いてみたいですね。そうですね、はい、本当にどう思うんだろうっていう。
なんかやっぱ F1 をあまりまだ接してこなかった人にも見てもらって興味を持ってもらいたいっていう、はい、そうですね、はい、そうそう、それが最初にあったのですみません、さっき言えばよかったんですけど、うん、はい、それを前提に作りました、はい、これもやっぱり見開きでスピード感を表したいんですけど、やっぱり、うん、結構2分の1で表せるなとは思ってて、はい、じゃあ逆の方向で合わせたらこう回ってるじゃないですけど、はい、2倍いけるのかなと思ってできたので、これ上逆半にしたら意味ないなって思います。あ、そうですね逆に回ってきてるわけですね、はい、なるほど、サーキットまたね連想させて、はい、ありがとうございます。次のお写真はまさにあの組でご選択いただいてますね。こちらはどういった理由で、これは最初のページなんですよね、はいはい、これはすごい年代も合ってるし、古い、フェラーリと、はい、古いお客さん観客席の写真なんですけどね、うん、色合いも合ってるし、はい、特にやっぱり見開きで見ると色、はい、でやってますよね、まあ、色でもやってます、まあ、でも一番大事な意味なので、やっぱり本として多分さっきちらっとおっしゃってましたけど、観客が一番大事だなっていうのはやっぱりね、撮られてる先もやっぱ人とか関係が多かったので、はい、それを最初に持ってきたいっていうのは最初からあったので、この写真見た時にもうこれ1枚目だなっていうのは決めてたし、変えられたら戦おうと思って、これはかなり思い入れのあるあのね、戦うも何も戦うあの隙間がまるっきり与えてくんないんですよあのね、あのちょっと話が進まないかもしれないけど、あのあんまり最近の写真が入ってないんですよ、はい、だから今までの写真っていう括りで言えば、まあ一番新しい目のやつも入れた方がいいんじゃないのかなってちょっと感じて、最後の方にちょっとこれ足してみて、あの こういうのも入れてみたらどうでしょうって送ってみたんですよあのまあまあおすすめのやつ、自分としては、はい、ありがとうございます、ね、選んでいただいて、ね、そうなんですよ、選んであの多分 F1 の現場から送ったんですね、はい、あの三村さんもそろそろできる頃だから、混ぜるんだったらもう今ぐらいしか、はい、多分混ぜてくんないなと思って、全部却下です1枚も入んない、全くっていうのは多分もうそのね、何万枚何十万枚の中から見たい、見てこの見開きはこう、今度はこう、見こう来ればこうっていうのはもう、もう出来上がってガッチガチになってるんじゃないかなと。で今更これを変えろだみたいな、そういう感じが若干ね、全く違います本当ですか。だから、まあ、デザイナーは、はい、もう作家さんが作っ、はい、ね、表現したいものを表現したいので、作家さんこれ入れたいって言ったら入れたいですけど、やっぱりでもなんかそのなんだろう、そうだ、何やっぱりおっしゃる通りで今のを入れて、はい、言おうとしてきたけど、僕はそこはやっぱり、ね、過去のベスト版を見ちゃってるわけですから、そこにはちょっと今回は残念ながらっていうだけで、その作品はちょっとそこには今回はちょっと入らなかったっ、力不足だったっすよ申し訳ない、まさかその話が面白いですね、写真集を作るっていうのもいろんな流れがありますもんね。いやだってすごい迷惑をかけてるわけですよ、その本当にそんなね、ドバッっていうような頼み方をする人多分いないなと思ってたんですので、だからその上にまたね、この後に及んでっていう気持ちも僕にはあるし、でもひょっとしたら入れてくれるかもしれないなって淡い期待のもとに送った写真だったんですけど、10万枚が10万、はい、10枚になっても、あ、はい、そうですね、ただけです、はいはい、ということで、わかりましたさて次の写真です。そうですね、あの、まあ、左の写真はアイルトン・セナさんの横顔だったんですね、はい、まあこれは、僕の写真集、今までの写真集にも使ってるんですけど、はい、今回、まあ、今までの写真集だったり写真展で
使った銀塩の写真っていうのはそのポジをプリントするわけじゃないですか、当たり前だけど、はい、でも今回のものに関しては 5DS がうちにあった時にあのコロナで、はい、僕 F1 行けなかった年が1年あったんで、はい、その時に暇だったんでひたすらそのポジをデジタイズって言ってその 5DS で、100ミリのマクロをつけてデジタル化したんですよ、はい、でそれがあったのでそれをベースに今のその現像をして、はい、僕の気持ちを入れて現像し直したものを出してみたんですね、はい、だからまあより綺麗になってるとも言うし、はい、まあ逆言えばなんだろうフィルム感がちょっと薄れてるのかもしれないですけど、でもまあ今この例えばこのセナの横側だったらこういう色、はい、色だったんじゃないかなって、後ろに見える空はそのポルトガルの朝日なんですね、はい、まだ走行前の朝日がガレージの中に入ってきていて、でセナさんがまだ車の暖気とかの前の時間帯だったんで、はい、現れたんでガレージの自分が中に入って逆光に回って、太陽を向こう側にした時にこう綺麗にこうハイライトが入ったっていう写真なんですけど、この写真をこういうふうに撮れたんでその後も太陽を向こうに置いて逆光で横顔を撮ればこうなるんじゃないかなって、はい、何十回何百回ってやってるんですけどこうやって入んないんですよね、なんでなんですかねっていうふうな不思議な写真なんですよ。でまあ右の写真は、はい、まあセナさんの当時一緒に走ってた、ナイジェル・マンセルっていう選手のシルバーストーンという、はい、今はここのコースレイアウトがちょっと変わったんで、このブリッジコーナーって言ったんですけど空バックに走るところはなくなっちゃったんで、はい、っていうような写真ですね。まあこの組み合わせがなんでこういうふうになったのかっていうことをもうちょっと聞いてみたくて、あここはもっとシンプルで、僕も小学生の時にやっぱり日曜の夜は F1 が見てるって、はい、まあ、プロス親父が結構見てたのでプロストから、はい、で最後はもうちょっとねセナが事故るシーンもリアルで見てて、それでなんかちょっと自分の中ではなんかはじけてなんか終わっちゃったような感覚があってだんだん見なくなっちゃったんですけど、やっぱその中でねあのセナとマンセル戦いとか、はい、今でももう焼き付けてます。もちろんこの組み合わせがそれにね浅田さんに対しては失礼かちょっと分からなかったんですけど、あの自分の中ではすごくこの組でなんかその物語が描けるようで、なんかこれはもうこれで動かせなかったのでそのまま出させていただいたきました。キャノンの文字は特に気にしてません私どもへの忖度はありますありがとうございました、はい、さてここからは三村さんが厚田さんの写真集から見開きで選んでくださったお写真の紹介です。早速1枚目からお願いいたします。まあ、やっぱこうフィルムがすごく好きで、フィルム作品がもうそれで一冊作りたかったぐらいなんですけど、はい、やっぱり、うん、そのデジタルではどうしてもまだ未だに出せないと思うんですけど、細かいこういろんな、なんだろう、再現性というか臨場感っていうのを、はい、そのね、このドリームラボでプリンターでやってみたらどうなるんだろうなと思ったら、はい、僕的にはすごいある程度の表現はできたのかなと思うんですけど、うん、どうでした厚田さんからで、このいやもう素直な出方というか狙った通りの出方というかね、色子を何回か出していただきましたけど、うん、もう本当に、まあ4色でする難しさってまあね通常の、はい印刷の難しさってあるじゃないですか、うん、それをもう全くない感じ、まあそれは多分今まで
出された方も同じように言ってらっしゃると思うんですけど、雨のしずる感とか、はい、右もあの青色とか、はい、あのテールランプの色とか、はい、結構出ない、もちろん出せない色なので普通のオフセット印刷だと、はい、で色的に派手なわけじゃないんですけど、それがしっかり出せるっていうのは、うん、すごい自分の中でいまだに結構見返しちゃう見開きなので出しちゃいました。ありがとうございます。ぜひあの皆さんにもお手に取ってその感じ、色の感じだったり、実際に、ね、ご覧いただけると嬉しいですよね、はい、続いての写真です。この組はまた、まあ、組は組でやっちゃうとちょっと写真集の授業みたいになっちゃうんですけど、はい、ブレってる写真と止まってる写真って相性いいし、はいはい、色も、ね、これ見れば相性いいし、あと正面のと俯瞰の絵って相性いいんです、はい、もう写真集ではもう神の組み合わせなんですけど、はい、まあ、聞きたいのはそこじゃなくて、左の写真ってどうやってその撮る前からもうそのイメージができてるのか、ある意味ちょっとこうギャンブル的なとこがあるのか。これ正直に言うんですか、はい、やっぱりドキドキしますね、ドキドキしますね。いや、あのもちろんこのシャッタースピードをスローシャッターで流すっていうこと、まあ流し撮りをしていくとどうしてももっとスローにしたらどうだろう、はい、今よりもどんどん、要するに例えば ND をくっつけてどん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 シャッタースピードを落としていったらどういう表現ができるだろうっていうところにどうしても行っちゃうんですよね。だからまあそういう中でどんどん落としていく中で撮れた写真っていうか、あのね、これ一般のアマチュアの方でもたくさん今流し撮りスローで超スローシャッター、例えばもう1秒とかかけちゃう、でその本当に奇跡が残ることがいいっていうような撮り方あるんですけど、それはそれでも別にね、個人的な写真って自分が表現できればいいだけの話なんで、撮れちゃった写真と撮ろうと思って撮れた写真ってやっぱりちょっと違ってきますよね、うん、結果としていい写真が撮れた、でもいい写真、それを最初から狙って計算して計算して撮れた写真っていうものが、まあ同じ作品集の中で自分のアーカイブの中であってもいいと思うんですけど、だからそういう観点で言えば左の流し撮りの写真はスローで流せば、そこの路面のペインティングの色がとか、お客さんの観客席の感じがよりエモーショナルになるんじゃないかなというつもりでシャッタースピードを選んでますけど、そのブレ方、最終的な止まり方っていうものまで撮ってるシャッターを押した時に計算できてるかっていうと、僕は正直できないですね。僕流し撮りすごい下手なんで、いや本当にすごい確率悪いんですよ。だからすっごいそこで粘って撮るしかないっていうか、下手なんで。だから流し撮りはやっぱり永遠のなんていうのテーマっていうか、数打たないと当たらないっていう。ファン質問なんですけど、これは現場で確認、レース中はもう見ない。僕あんまり見ないですね、帰ってきてから。よっぽど例えば走行 中断になって時間があった時にちょっと見返すことはあるけれども、うん、通常に 走って走行バン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 走ってるのにこうチェックしてる人たくさんいるんですね、プロでも。でも僕はそれよりも撮ることに集中して、でもチェックしてピントまである程度大きくして見て撮れてるって分かって次行くっていう撮り方の人もいますよね。だから僕そうはできないので、もう一周たりとも無駄にできないし、集中力をこう切らしたくないので、だからその日が終わってプレスルーム戻ってパソコンで開いて初めて
ああ失敗したから、もう一回あそこ行こうかなとかってそういう感じ。正直な話。はい。ありがとうございます。続いてのお写真です。まあ、これもちょっと同じになっちゃうんですけど、右がそれのすごい版だなと思ってこう、はい、観客が子になってるっていうか。もうそうですね。っていうような写真がたくさんあって、なんかその引き出しの多さっていうか、はい、どんだけ引き出しあるんだろうと思って、この撮り方他で見たことがなくて、これは自分で見出したのかなっていうのがちょっと聞いたかった。まあ当然車の動きに合わせて、はい、流さないと車は止まらないですよね。でもそのさっきの話じゃないけど。長時間録音にすればするほど、長時間録音っていうとすごく長いイメージだけど、そのシャッタースピードを例えば60分の1で撮るよりも4分の1で切った方がより録音ができる、その録音ができるところの例えば4分の1秒の中の半分だけ車さえ止まってれば、あとはどういう流し方を、あとのその半分はどういう流し方を したらどういうふうなブレになるんじゃないかなっていうのがやってるうちになんとなく分かってくるっていうか、だからでもそんな4分の1の半分を明確に分けて取るなんてことはできないので、だからもうそこは本当に数打っていくうちにそういうふうに取れてればいいし、取れなかったらあダメだったねっていう風な、次のチャンスに生かしましょうっていう積み重ねでしかない。この観客を刺繍のように表現して、はい、で奥の目を綺麗にこうラインを通して、はい、でメインの被写体がいるっていうこの三層構造、なんかもういまだにどうやって撮ってるか分かってないんですけど僕も分かんないです。私分からない分かんないですよ。だから本当にたまたまそう綺麗なブレになったっていうのを数って当てるっていう感じ。デザイナー冥利でバラすと結構毎年挑戦されてて、はい、このトリック。わかる。そうなんですよ。すごい、はい、どんどん進化していくのも俺は一人でその目でご覧になる。またやってるわっていう感じですね。似てるなこれっていうのはちょっと感じちゃいました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてのお写真です。これはもうちょっともう男子というか、はい、もう、はい、メカ好き萌えな感じなんですけど、はい、驚いたのは右の写真が、はい、拡大してもう 1,2 ピクセルぐらいちょっとだけブレてるんですけど、ほう、そうなんですね。この大きさだと絶対わかんないのに厚田さんはこれ嫌がってて、まあ他でもしか前そういうのがあったからかもしれないんですけど、はい、そのこだわりがなんかびっくりというか、そのこんな、ね、何百キロの世界のちょいブレのこだわりがやっぱりね、今の厚田さん、ね、いらっしゃるいやいやいやなと思っちゃいました。いやいや単純にブレてるのでブレてないブレてないです、はい、いやいやブレてるんですよ。だからね、せっかくなんで、はい、ブレてない写真の方がいいんじゃないかなと思って、いくつかもらったんですけど、はい、断りました。で、そうやってズバーって切られちゃうんですよ。ブレてないんですよ。それもうちょっと、はい、正直今あのその裏話を聞かなかったら全く気づかなかったです。何度も見ましたけど。皆さんもちょっと開いていこう。そう、見てください。ブレてます。絶対にわからないです。いや本当にブレてます。続いてのお写真です。はい、なんかこう左の写真ってこう、はい、今までの厚田さんのこうある意味構図完璧カットの中では結構臨場感がある写真っていうか、はい、なんかでも自分がそこにいるような感覚になる写真って、はい、もちろんね立ったことないですしあんまりないんです。この写真、まあ、他にもあったんですがいくつか、はい、たまにこう厚田の中でちょっとこう本当に少年になるというか、なんかすげえ勝手なこと言ってますけどもう60ですけどねとこう、わあここにいるっていう写真があるのがすごい好きで、はい、
なんで入れちゃいました。音が聞こえてきそうですね。そうなんですよ。で右も聞こえてきそうです、はい、どっちも聞こえてきそうで全然違う写真なんですけど、それがなんか噛み合ってよかったなと思ってるんですけど、それやっぱり永遠の少年なんです少年っていうか大人になれないと言いましょうか。少年です青いんですね、うん、情熱をずっと保ってらっしゃるんですね、うん、そう。またあの右の写真があの先ほど何度かお写真ちょっとお話にも出てきましたけれども、はい、オリジナルプリントの写真でもありますね。自分ではそのこれ今のかこれかなって思ってたので、まあ、第一代に候補ではありました。自分の中では、はい、ありがとうございます。これも本当にこのもやっていうんですか、この、はい、水しぶきなんですか、ね、これはね、何でしょう、何だと思いますか、あのふわーってなってる、分かんないですよね多分ブレーキの、そうそう、ブレーキの粉なんですよ。カーボン、カーボンなんですね、ブレーキが F1 の場合で、まあ、ブレーキをかけるとカーボンのクズが舞い上がるわけですよ。でそれが夕日だと見えるんですね。普通の光だと見えないんですよ。見えないだけで実はカーボン、まあ最近のカーボンブレーキはこういうふうにあんまり出なくなったんですけど、カーボンブレーキが出始めた頃ってあのカーボンクズがいっぱい出てたんですね。それを間近で僕らはいるので、はい、あのカーボンをみんな吸ってたんじゃないかっていう、それがちょっと問題になったんですよ。この、はい、これはバルセロナの裏のストレートのエンドですごいそのスピードから減速するところで思いっきりブレーキをかけるんですね。だから余計と、はい、あのカーボンの量も多くて、それが夕日に照らされることでふわってなるっていう時代の、まあこれもフィルムの写真なんですけど、まあ時代ですよね。今はこう同じ位置で同じような光になったとしてもこうはならない。多少で出てますけど、今でもこんなに派手には出てないですね。かっこいいですね。夕日じゃないと見えない。うん、右上の光とね、はい、車体の影と、はい、母屋がすごいいいバランスで、はい、バランス、このこれは本当にドリームラボでもバランス難しかったんですけど、はい、そうだったんですね、うん、すごい繊細な写真でした。良かったです。ありがとう。ポジション1をお買い求めいただいた皆さんはオリジナルプリントが厚田さんの直筆サイン入りで手に入りますので、ご自宅の好きなところに飾っていただけますね。そうですね、はい、力入ってますね。いやもう私もすごく楽しみにしてまいりましたので、はい、ちょっとあのすごい噛んでたんですけど、はい、そんなところ、はい、ありがとうございます。名残惜しいですが、そろそろ終了のお時間でございます。厚田さん、三村さん、本日は貴重なお話をたくさんお聞かせいただきありがとうございます。ありがとうございます。あのここでですね、最後にポジション1への思いを厚田さんにお聞かせいただきたいと思います。そうですね、今回の、まあ、繰り返しになりますけど、僕の莫大な量の写真の中から、三村さんが、苦労に苦労を重ねて取捨選択、そして並べていただいて、ようやく出来上がりました80ページ、の写真集なんですけど、まあ写真を楽しむこと、それはまあ僕らプロでも、写真を撮ってるアマチュアの方でも一緒だと思うんですけど、作品を貯めて、皆さんに見ていただく、それの一つの方法として、このキヤノンさんのドリームラボという、すごい高いんですよね。5000万するらしいじゃないですか、はい、僕あの SNS に載せたら、調べてくれた方がいて5000万するんですかっていう、まあ、だから高いんですね。
そういう高い機械で、印刷することによってでしか再現できないようなその色再現を80ページにわたってまとめて三村さんの力でまとめていただいて、F1 あんまり今まで興味なかったんだよとか、いう方に見ていただいても、いろいろ感じていただけるような出来になったと思いますので、なかなか、ね、一般の本屋さんでは手に入らないので、はい、銀座と大阪、はいはい、にもし、来ていただける方があればぜひ見ていただいて、気に入っていただけたら買っていただきたいなと。でそんな銀座も大阪もちょっと遠いなっていうような方は、はい、もう思い切って押してもらうしかないですけど思い切って、はい、でご自宅に届いた暁にはね、ぜひ感想も聞かせていただけると嬉しいなと思います、はい、ありがとうございます。本当に私事ですけれども、まさにポジション1をめくるたびに、もちろん選手の皆さんですとかマシンのこと全くわからない状態で見ましたけど、うん、気づいたらちょっと見ました。ね、スポーツ見られる 番組ですとかも、ついついこう、ふん、今こういう選手がいるんだとか、うん、早速、まあ、そうやってこう興味をすごく持たせていただいたので、もちろん写真としての素晴らしさだったり、三村さん の、 そのチョイス の、 センスの素晴らしさというのを感じていただきたいんですけど、純粋に見てもらえたら嬉しいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。また告知をさせていただきます。インプレス様のカーウォッチウェブサイトにて、あつたさんが連載されている気合で撮る10月6日4時に公開予定の記事にて、こちらの写真集ポジション1についてご執筆いただいております。皆様合わせてご覧くださいませ。また来年ナインギャラリーでは厚田さんの写真展も開催される予定なんですよね。はい、会期は2024年の1月23日から1月28日までとなっております。詳細は決まり次第ナインギャラリーのホームページでご確認いただければと思います。厚田さん、お忙しいところ銀座までお越しいただきありがとうございました。どんどんありました。ありがとうございます。もうすぐにまたアメリカグランプリの取材にも出発されるんです。そうですね、ちょっとありますけどね。あ、ちょっとあります。日本にいられて幸せです。ありがとうございます。はい、初開催になるラスベガスのグランプリも取材、はい、うん、ありますね。はい、行きます。また新しい写真が名作が生まれてくると思いますので、ま、そちらもね、頑張ります。楽しみにしていただければと思います。はい、本日はご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。厚田さんの写真集ポジション1はキヤノンオンラインショップでお買い求めいただけます。皆様ぜひ二次元コードからアクセスお願いいたします。